まつりです。今日は多摩川なので祭りの名にかけて勝つぞ。ゆりのんです。今日は頑張ります。えいえい。おみとちゃんです。初めての多摩川ボートレース場、いっぱい楽しんで頑張ります。絶対当てるぞ。妖怪ちゃんです。ボートレースいっぱい勉強したらどんどん好きになってきました。今覚醒しているので絶対に勝ちます。応援してね。どうもとピスタチオいちちです。新ボートレースタレント発掘プロジェクトラストガールスタートしました。はい、というわけでですね、今回はいよいよですね女王にやってきましたけれども、ボートレース多摩川にやってまいりました。はい、前回はですね、いろいろと皆さんのね、女の子のことを見ていたんですけれども、んちょっとこの子大丈夫かなっていうことがですね、あこの子結構知ってるんだなっていう子もいましたし、私知ってるんだよっていう人も結構いたんですけど、実際この女王に来たらですね、勘とかね、こう冴え渡る何かが持ってないとね、船木は渡らないので、ね、はい、いよいよ今回からですね本格的に勝負になりますので、もう4人はね仲間じゃなくてこうライバルとなりますので、ここからいろいろと勝負していきまして、最終的に勝ち残れるのはたった1人となりますので、ぜひともね1位を目指して頑張ってもらいたいなと思います。それでは参りましょう。ラストガールスタート。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。いやね、前回スタジオでの収録終わっていよいよ上に来たけど、どうですかこれ。上は皆さん初めてっていう人、上に来んの。はい。上に来んの初めて。玉川初めて。玉川初めて。上自体が初めてだよっていうの。初めて。妖怪町どっちも負けてないけど。実はあるんですよ、玉川に来たこと。あ、玉川あんの。はい。あ、そうなんだ。まさかの私があるとは、うん、それはなんかのイベントみたいなの、それとも。いや、プライベートで。プライベートで、はい、やってんじゃん。だからこれね、前回見てもらった人分かると思うけど、ね、妖怪ちゃんはふざけてるようで一番コツコツやってるからだってね、SNS も見たけど、うん、めちゃくちゃ勉強してるじゃん。はい、めっちゃ勉強して、もう今誰よりももしかしたら勝てるかもしれない。そうだからもうここはみとちゃんとまつりちゃんがもともとできてるって言ってたから知ってるわけだから、ここでいよいよだから誰が勝つのかっていうことなんだけど、ちょっとその前に言いたいのが、ちょっとゆりのんがちょっとみんながね、結構この番組が始まって始まりましたとか、なんか楽しみですとか、この頑張っていきたいですみたいなつぶやいてる中、全く触れてないという。それでですね、もう今までね、ゆりのんかわいい、ゆりのんかわいいみたいな言ってた皆さん、こちら陣営がですね、全員もう敵になりました。かわいい要因に甘えてました。自分で言うなよ。お前自分で言うな、それは。ごめんなさい。そうだからね、こっからでも、こっからはあくまでももう船券当たるかどうかの、この勝負なんで。そんなですね、今日初めての場なんですけど、こちら多摩川ボートレース場なんですけどね、こちらはですね、比較的清水面って言われて、日本一の清水面って言われてて、あんまり風とかこう波とかの影響を受けない場になってるんで、比較的走りやすいです。特徴としては。そしてですね、コーナリングもスピードがすごい出やすい、スピード勝負の場となってまして、このコーナリング第一ターンマークね、もう非常に回りやすいんで、比較的この実力通りという感じのイメージです。とは言ってもね、結構この、ルーキーシリーズなんで今回は、はい、ここのルーキーシリーズっていうのは非常に実力差が分かれてます。その中でやっぱりどこが立っていくのかっていう、普通に言ったらここだけどねみたいなところもあって、あとモーターのこの整備とかもなかなかまだ慣れてない人が多いんで、結構この多摩川っていうこともあって、モーターの性能とかは他の場とかでやるレースよりも見ていった方がいいんじゃないかなっていうことがちょっとだけ言えるかもしれないです。はい、というわけです。今回は皆さんでですね、買い方とかは制限がないです。2年でも3年でも何でも構いません。5000円をいかに増やすかという、分かりやすい勝負になってますんで、6レースあるから、一番増やした人が一番になります今回は。なのでですね、6レースあるから、1レースから6レースありまして、なんで今回1レースから6レースまでかっていうと、ちょっとやっぱりね、後半のレースだと強い選手がこういっぱい出てきますので、ちょっと予想しづらいかなということで、1レースから6レースまでなのが比較的当てやすいんじゃないかということで、運営さんがですね、これどうしても当ててほしいと。あそう、これ当ててくんないとみんなが見てくんなくなっちゃうから、これ確かに。そうよ、今回はいいとこ見せたいです。そうだから、もう可愛いとかいらないですもん、そんなのは、はい、当ててください、とにかく皆さん。はい、はい、お願いします。それでは予想開始です。がうんばうんざあー
ということで1レースあの1レースは祭りだワンなんですよ。祭りだワンなので絶対祭りとしては外すわけにはいかないんですね。でちょっと、まあ、風が強いのは気になったんですけど、でもやっぱ多摩川は比較的こう走りやすい、まあ、順当に来るよって結構調べたところ書いてあったので1、4をこう軸で買いたいと思ってます。 A2 のレーサーさんから買って1、4流しかな、1、4流しで行きたいと思います。今日の全体的な作戦は、今日はそうですね、今日は初めての多摩川なのでどちらかというと、うん、こう穴ってよりは固めに買いたいと思ってます。まつりちゃんお願いします。当たりますように。みんなが何予想するか全く分かってないんですけど、まあ私結構直感型なので自分の直感とこうインスピレーションを信じてちょっとかけてみようかなと思います。初めて来ました。どうですか。大きいですね。なんかこう映像とかで見てるとこう ちっちゃい画面でちっちゃいキュッてこう携帯とかで見てるとちっちゃい感じがするんですけど、実際来るとこんなに広いんだっていう感じです。すごい広いし客席もたくさんありますね。しかも子供とかもいっぱいいる。やっぱりもう餌もらえるって分かってるのか大丈夫かな。私ボートレースじゃなくて恋の話してるけど頑張るね、応援してね。どういう船券今選んでるんですか。今は3連単、はい、200円ずつ。やっぱり1号艇がいいのかなっていう気はするんですけど、でも私は穴と派なので迷います。迷うな。ゆでちゃん最近の船券の成績はどうですか。最近はですね、回収率結構多分高いです。いい感じ。いい感じです。最近はなかなかに。わあ、やっぱり1号艇かな。でも4号艇もいいですね、やっぱり。16、今回は4点で行きたいと思います。ボートレースって運なのかなって思ってたんですけど、勉強してみると意外と見えるんですよ。体で表現してもらってもいいですか。当たるんじゃないかなっていうのですか。まず見えてない時のボートレースの時は、ああ見えない見えない全然見えないなんですけど、見えた時は見えたーっていう感じになって、もうあ、このレーサーの方めっちゃ走ってるっていうのが見えちゃって。ちなみに1レースはどんな作戦でいきますか。はい、1レースはですね、やっぱりインコースの1の選手が硬くて、しかもすごくお強い選手だったんですよ。穴を狙うというよりもまず勝ちたい、勝ってこのドキドキを安心させたいので、早くこの不安から解放されたいです。1レース目で勝っちゃえば2、3、4、5、6って全部うわーって楽しめるから、負けられない、絶対勝つっていうか、もう負ける気がしない、見えてるから私覚醒してます。はい、というわけでですね、第1レースの予想が皆さん終わったと思うんですけれども、一人ずつ見ていきたいと思います、はい、じゃあまずまつりちゃんからいきましょう。はい、私は1、4流しです。あ、いいね、4点。いいですね、ここ押さえとけば。はい、もうここ4点に絞りました。大穴のところだけど、ここは一応もうここはやっぱり1号店と4号店 のレーサーさんが勝率が圧倒的に高かったので、ね、それで買いました。はい、わかりました。じゃあ続いてまいりましょう。ゆりのん行きましょう。ゆりのん1、2、3、4、2、3、4。あ、なるほど、インから来るということですね。わ、うんうんうん、かりました。
じゃあとりあえずこれ買っとけばということで、もうあの絶対当たるから、いいです、初心者っぽくていいですよ逆に。1、2歳、2歳よ、わかりました。次行きましょう、みとちゃん。はい、私は1426と164、416です。結構バラバラに買ったんだね。はい、バラバラで 4.2 にしました。なるほど、わかりました。6号選手ももちろん押してるということですね。はい、信用が変わったのでちょっと押してみました。わ、ね、かりました。じゃあ次妖怪ちゃんいきましょう。はい、146、142、124、143です。146ですね、146、はい、なるほど、14がやっぱみんなね、これ当たるんじゃない、さすがに。そうですね、この間これ当たると思う。ちなみに僕はですね、こちらです、1、2、4、2、4、6と41も一応買ってきました、236で。 2番の選手がね、タイム出てたんで一応初走からのこと入れてきました。その3は切っちゃいました、オッズが低かったんで。ということでこんな感じでいきたいと思います。はい、はい、じゃあそれでは誰か当たるようにお匂いしていきましょう。それではレーススタートです。人気は1番のスターが中心に、相手候補4番西山、あとは6番の山田や2番の高橋、3連単絡み見られるでしょうか、気になるオッズです。枠の3対3の進入です。4がいい、4がいい、4がいいよ、4がいいよ、山田4番の内側から出て1周1マーク、加藤さんが喜んでいる、やらがまくっていく、6位、6位だ、6位、6位、6位よ、6位よ、2だ、2だ、2だよ。1番の砂永がそれでも、でも道中で、まだ分かんない、道中で1位来るかもしれない。4番の西山は実力、ここに実力があるから、6番の砂永は中1だね、1だね、後方です、4番手、トップの1が外から回れ、内から行っちゃうか、内からじゃダメなんだよ、外から行かないと。2番の荒木、ここは1番の砂永を答えかかるか、かかんねえよ、2だ、2だよ。タイム出れたんだよな、気になったんだよ、だから3番手は4本手の内側です。は頼みませんでした。先頭から2本目、1本目、4本目と今2だわ、マジかよ。さて後方では3番のヤラがもたずいてしまうようになりまして、今なかなか荒れてるんじゃないですか。あと後ろは6番の石田が5番の野田、3番のヤラは8番の野田になっています。ごめん、これは当たってないんじゃない、みんなが結構1位結構硬いと思ってたから、待って、嘘でしょ、見えてたのに。これを打って砂田が後の金、そして西山俊介の体勢、うわー、2か、もうこれ変わんないから、これ抜けないから、変わんない変わんない、抜けない抜けないから、現在もやら選手が2位1を確定です。うわー、うわー、逆ならあった、1番、2番、3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 番、これがあるんでる、ファンがちょっとぶつかっちゃって転覆までしてないけど止まっちゃった。さあラストコーナー立ち上がってまいりました、2番の荒木、これはでもつくよ、だいぶつきます、これめちゃくちゃつくよ、これは砂川初勝です。先頭2番、214でボックス買った人がいたら多分そうですね、ボックス以外なかなか難しいよ、降り点出るから気になったんだよ、展示タイム出てたから、悔しい悔しい悔しい、ムカつく、出た、満州だ、これ満州だ、いきなり満州、いきなり満州かよ、マジかよ、全員外れ、これはちょっと荒れたね、1レース目から、いや次こそは、はい、毎回言ってるけど必ず絶対当たりましょう、はい、当てよう、そろそろ、はい、はい、じゃあ、はい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 、頑張るぞ、合ってねえな全然。早くも多摩川の洗礼を受けた私たち、そんな中一人の才能が開花する。次回、私妖怪ちゃん覚醒。